はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。8月の27日の土曜日です。千代田区31度でこの日はね27度、さっきまで冷房を入れてました、今は切りましたけど、もうすぐ5時になろうというのにね、まだ暑いですね、ほんまにね、もういい加減にしてほしいんですけど、ニュースウィークを見てますとですね、こんな記事が出てまして、8月26日、昨日の20時45分に出た、木村正人さん、欧州インサイドレポートというですね、貿易戦で逆転したウクライナ、ブラックホーネットで領土奪還の市街戦に前進かみたいな、まあ、このタイトルの中身は別にしてですね、イギリスのジョンソンさん、退任間近ですね、イギリス首相ジョンソンさんがですね、サプライズでですね、8月24日サプライズで24日にキーウを訪れました。ウクライナの首都ですね。でそこでゼレンさんと一緒にですね、こう歩いている写真が今のこのニューズウィークの記事に載っております。そこでですね、ジョンソンさんがですね、演説をしているわけですけども、プーチンが成功すれば世界中の独裁者にゴーサインを出すことになり、国境は力づくで変えられるという合図になると、というふうにジョンソンが言ってます。まさにその通りでございまして、今回のロシア、プーチンのロシアがですね、やらかしていることはですね、何ら同情もできませんし、そこに正当性もないし、単なる領土が欲しい侵略であるわけですね。そのことは世界中が知ってるわけであって、知らんのはロシア国民の一部だけということなんですけども、今回のウクライナのようなことをですね、仮にこれロシアがうまくいってですね、占領地は全部俺のもんやということを認めさせたりするとですね、おお行ったらええねんなとみんなが思うわけですね。でこれに何らペナルティは課されてますけどね、経済制裁という、まあでもそれくらいで済むんやなと、国境は変えられるんやというふうにこう思ってしまうと、世界のですね独裁者はよっしゃ行くれってなるわけですね。で最もありえそうなのは中国による台湾の併合といいますか、なんていうか、中国側からしたら回収でしょうけどね、台湾側からしたら侵略に発展してしまう可能性があって、それで中国はですね、いや行って取ったら俺の勝ちやろ、俺のもんやろという、ロシアせやったやん、ウクライナせやったやんというふうになってしまいますね。そう、単純にそこまで行くには飛躍ありすぎなんですけども、まあでもそういうことなんですよ。昔1990年やったと思うんですけども、イラクにフセインっていうやつがいまして、サダム・フセインなんて言いますよ、私の年代の人間はよく覚えてるんですけども、ある日突然ですね、隣のクウェートをですね、これはイラクの一州やと、要はイラクの一部やと言い始めてですね、突然こうなだれ込みました。でクウェートというのは小さな国で、しかもむちゃくちゃなお金持ちの国なんですね。で、なんて言いますか、人口何人やろ、アラブ人の国ですけど、多分人口100万とかそんなんで、小さな軍隊があったんですけど、もなかないません。しかもそのクウェート人なんてみんな甘やかされて育ってて、働かねえわけですよ、石油がいっぱい出るんで。で形ばかりの軍隊があるんですけど、もうあっという間に占領されてしまって、クウェート空軍、名ばかりの戦闘機が数機やったそうですけど、すぐにサウジアラビアに逃げました。でクウェートは難なく占領されてしまうんですけども、そんなん許したらあかんやんということでですね、多国籍軍が編成されまして、当時ジョージ・ブッシュ親父の代ですね、編成されまして、クウェートからですねイラクに進撃をいたしまして、で、クウェートを取り返して、イラクの南半分ぐらいまで占領したんですけども、そこでなぜか親父ブッシュはですね、進撃を止めてしまいます。これでですね、その多国籍軍って、まあアメリカ、イギリス、フランス、その他エジプト軍なんかも入ってましたね。国連軍ではありません、ね、ソ連、中国は反対しましたから、で止めてしまってですね、バグダッドにいるフセインを捕らえることはしなかったんですね。それで湾岸戦争は終わったんですけども、
ここでですね、その10年後、約10年後、2001年にですね、911というのが起こります。今から21年前ですか。911って、ね、アメリカ国内でですね、旅客機がハイジャックされて、それが貿易センタービルやペンタゴンに突っ込むというような大規模なテロが発生しまして、これにアメリカ人は相当なショックを受けます。相当なショックを受けて、それは誰がやったんやって言ったら、アルカイダというですね、イスラム教の過激なテロ組織がやったんやということが分かって、ビン・ラーディンという男が率いてると。で、どうもアフガニスタンを拠点にしているようやということで、そこからですね、アフガニスタン戦争が始まりましてですね、そのアフガニスタンをアメリカが占拠して20年間統治したんですけども、去年の8月31日にもう引き上げって言って引き上げてたわけですね。で、一方そのイラクに対してもですね、フセインがそのアルカイダをかくまってるんちゃうかというふうに、なんかガセネタをですね、アメリカに持ち込んだやつがいまして、 CIA にね、そのガセネタをですね、こうブッシュ息子の代になってました。2001年はブッシュ息子の代になってまして、そのガセネタをブッシュ息子が信じました。でそれでイラクに行けっつって、イラク戦争というのが起こりまして、今度はバグダッドまで攻め込んでですね、フセインを捕らえて、最終的にフセインはアメリカの基地、アメリカやったかな、どっかでですね、それなんかわけわからん裁判を受けてですね、公衆刑になりました。あの辺の法律の原理がようわかりません。どの法律で裁いたんやって、むちゃくちゃですよ。東京裁判と似てたもんですよ、あれ。ほんまにフセインがやられたのは、国際的にはむちゃくちゃな法原理で裁いてるんですけど、まあ、フセインが悪いやつだってのはもう世界中の共通認識なんで、そこで異を唱える人は言いませんでしたね。私は絶対おかしいと思ってますけど、まあ、それはそれでええんですけど、そうやってですね、他国を犯したサダム・フセインは最後はですね、孔子大の露と消えたわけですね。で、結局力による現状変更はあかんということを世界に示したわけです。あの時のアメリカかっこよかったですね。まあまあね、ちょっと親父ブッシュがですね、イラクの南半分で兵を止めたっていうのは、あら失敗やったと思いますけどね。その時に買っといたらよかったんや、ほんまに、フセインを。借り取ってですね、牢屋にぶち込んでですね、裁判でもかけときゃよかったんですよ。そのやらへんかったから、10年後に息子は一生懸命いかなあかんかった。結局、今、イラクはアメリカの占領下みたいなもんですけど、うまくはいってません。そのうち撤退するんちゃうかと。今でもほぼ撤退してるんですけどね。まだね、アフガニスタンよりマシやというだけの話ですね。まあそれはええんですけど、今回ウクライナにロシア軍がなだれ込みました。幸いにというか、なんと言いますか、ウクライナ軍が一生懸命頑張ってですね、今こう盛り返そうとしております。でロシアによる現状変更を認めたらあかんというのがですね、世界認識になりました。これね、2014年に彼らはね、クリミア半島とウクライナ東部でそれをやったんですよ。あの時ね、世界はね、ふんって見逃したんですよ。誰が見逃してんって、オバマですよ。オバマですよ、あいつ。あいつがふーんって見逃したから、調子こいたんですよ、プーチン。あ、大丈夫やな、行ってもええでな、よしよしやって。プーチンにしたら2014年と今と何が違うねんって話ですね。お前2014年にあったクリミア併合の 2.0 やってるだけやんっていう話なんですね、プーチンからすると。で、あの時はウクライナが抵抗しなかったわけですね。大した抵抗できなかった。で今回必死で抵抗してて、それはアメリカが必死で支えてるって。プーチン会社は偉い誤算ですけど、もうこれをこう種を作ったのはもう完全オバマですよ。でそのオバマの時の副大統領が今のバイデンなんですけど、バイデンのアホがですね、去年の12月にですね、ウクライナで戦争起こってもアメリカは関係せえへんって言うたからね、プーチンはまたね考えたんですよ。よっしゃ、バラク・オバマの子分やったバイデンがそう言うてやったら確かや、大丈夫や、クリミアの時と一緒や、行ったんでと言ってるわけですね。だからこうなってるの、もう元はですやし、オバマが悪いしバイデンが悪いの、ほんまにウクライナの人えらい迷惑やん、ほんまに。まあまあ単純にそうでもないんですけど、一応言うてみたらそうなるわけですよ。で今回認めてしまったら、次中国はですね、よっしゃ台湾やって行くわけですよね。行くで行くでって。この前ね、ペロシ下院議長が台湾行った時に、台湾を取り囲むようにこう演習をしましたよね。あれはですね、あれなんですよ、計画なんですよ、きっと中国側の。だからいざやる時になったらね、台湾をね海上封鎖する感じですね。
あの兵隊っていうか戦力の並べ方からすると面白いやん、やる気なんですね、やっぱりね。で今回ウクライナでなんやかんやってロシアがですね、何らペナルティを受けずに終わったりするとですね、習近平が構わへんねん、あのわしらも行くやんみたいな感じになっていくと思います。だから必ず失敗をしてもらうのは困るんですよ、西側世界からすると。ロシアがですね、失敗して痛い目に遭わないとですね、罰を受けないとですね、こういや、やってもええのっていうことになるわけですね。もうだからね、バイデンさんのあのなんていうか、こう戦略眼のなさというのはね、ほんまにね、呆れますよ。お前がアメリカの大統領やってるのかみたいな、ほんまに。今本当に今の世界の指導者で、もう役あのなんていうかな、こうきちんと役割を果たせてる人がほとんどいませんね。バイデンさんしかり、日本の岸さんしかりね、お隣さんのユン・ソンニョルさんもしかり、しっかり果たしてるのは習近平果たしてますよ、あいつは。あのイギリスのね、ジョンソンさんもいいんですけど、僕らから見るといいんですけど、イギリス国内的にはね、いろんな問題があって今度退任なさいますけど、あれはね、どっちかというと保守党内の問題なんですよね。だからイギリス国民的にはですね、ジョンソンさんの人気は全然衰えていないし、あのかなりはちゃめちゃな感じに見えますけど、やってきたことは割合はとばやと私は思うんですけどね。まあそれは置いといて、とりあえずロシアは失敗しなあかんというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。